皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングイレブン2020やっていきましょう。今回は、今週登場している、全 FP の、スカウトの組み合わせを紹介やっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、全 FP とは言いましたが、さすがにね、黒玉のこのあたりですね、こちらについては、全部オークションが必要になってくるのであまりお勧めできないので、今回は紹介を省きます。特にプレミアリーグなんですけど、まあ、人数多いんでね、全員紹介すると動画がかなり長くなるので、今回ピックアップして選手をね紹介していこうと思います。まあ、基本的には育成したらかなりね化けるような選手、結構ねガチスカでも使えるような選手をね紹介していくので、気になる方はご覧いただければと思います。ちなみにプレミアリーグに関しては全選手紹介しないので、紹介されなかった選手で組み合わせを知りたい方はぜひコメントにね書いていただければ調べようと思います。はい、それからアジアの選手については、全選手ね紹介やっていこうと思います。特に本田選手はねあと少しで多分取れなくなるので、早めにね、取った方がいいと思います。はい、それからクラブセレクションで選ばれている選手も、紹介やっていきたいと思います。まずはマンチェスターシティ行きましょう。金以下の選手で、クラブセレクション選ばれているのがフォーデンだけなので、今回フォーデンのみを紹介したいと思います。ということで、やっていきましょう。まずフォーデン行きましょう。こちらは、在籍クラブのマンチェスターシティと能力のボールキープ、こちらがあれば確定を作ることができます。まあ、確定作るのであればマンチェスターシティは結構必須になってきますね。過去にもらえたマッチでの報酬が残っていればこちら使うことができますが、残っていない方は、星2でいいのでね、シティを落とさないといけなくなります。はい、ボールキープがない方はポジションの CMF と、能力のボールコントロール、こちらを組み合わせると確定ですね。ボールコントロールのところは利き足の左足、こちらに変えることもできますので、こちらの選手は3パターンあるので、それの中から狙っていただければいいかなと思います。続いてトッテナムの方行きましょう。トッテナムの金以下の選手で今回クラブセレクションで選ばれているのが、ルーカス・モーラ、それからデレアリ、オーリエ、それからガスタニーガですね。こちらの4選手が選ばれているので、今回はこの4選手をね紹介していこうと思います。ということでやっていきましょう。ということでまずルーカス・モーラ行きましょう。こちらの選手は所属リーグイングランドとポジションの右ウィング、それから能力のオフェンスセンスでなんとか2分の1ですね。こちら試合後に落ちるスカウトなどで、こちらが一番おすすめかなと思います。あとはチームとか使えば、まあ、確定はね作ることはできますが、オークションが必要なので、まあ、必要ないものであればこちらがいいかなと思います。アンドレ・アユーを削れば、モーラは確定なので、こちらで狙っていただくのが一番安上がりだと思います。はい、続いてデレアリ行きましょう。こちらの選手は、トッテナムと、それからポジションの OMF、 こちらがあれば確定を作ることができます。はい、続いてオーリエ行きましょう。トッテナムと、地域大陸のアフリカ、こちらを組み合わせると確定です。ただし星3限定になっているので星の組み合わせ方ご注意ください。ポジションの右サイドバックと年齢の25歳から29歳、こちらでもね確定にすることができます。はい、アフリカない方はこちらでもいいですね。年齢のところは、能力のスタミナ、こちらに変えることもできます。それからポジションのユーティリティプレイヤーと利き足の右足、こちらを組み合わせても確定ですね。はい、ということでトッテナム、最後はガッサニーガですね。こちらの選手も在籍クラブが必要です。能力のクリアリング、こちらを組み合わせると確定ですね。ポジションのゴールキーパーと地域大陸、北中米、南米、こちらを組み合わせると確定になるので、こちらの選手はまあ2パターンあるのでね、トッテナムさえ落とせれば、確定は作れるかなと思います。はい、ということでアジア選手の FP ガチャ、そちらにね、搭載されている選手組み合わせ紹介していきたいと思います。まずはソン・フンミンに関しては黒玉選手なので、もともとオークションがねかなり必要になるので、今回は紹介を省きます。どうしても組み合わせ知りたい方はぜひコメントによろしくお願いします。まずは香川選手の組み合わせですね。まずオークションなしだと、所属リーグスペイン、地域大陸、アジア、オセアニア、能力のグランダーパスで柴崎選手と2分の1ですね。柴崎選手持ってる方は、確定になるので、こちらの組み合わせも有効です。まあ、削るのがめんどくさいということはチームのサラゴサ、こちらを落とせば確定を作ることができます。
地域大陸アジアオセアニアで確定が作れますね。こちらの地域大陸のところは、能力のボールキープこちらに変えることもできるので、サラガサを落とせればまあなんとかね2つで確定は作れます。はい、続いてアズムン行きましょう。こちらの選手は試合後に落ちるスカウトで確定作れますね。所属リーグロシアと地域大陸アジアオセアニア能力のジャンプこちらを組み合わせると確定です。はい、試合後に落ちるので、この組み合わせ持ってる方はね、これの組み合わせですぐアズムン取れますね。それからジャンプない方もしくは、100% じゃなくてもいい方、削ろうかなと思う方は身長185センチ以上こちらを組み合わせても、なんとか2分の1ができるので、同生のショムロドフ、こちらの選手を削ればねアズムン確定なのでこの組み合わせもね、なかなかいいかなと思います。あとは2分の1でいいのであれば、身長185センチ以上のところは能力ヘディングだったりとか、ポジションの CF こちらでもね、2分の1になるので、こちらもね有効かなと思います。続いて本田選手いきますが、こちらの選手は現在フィテセを退団しているので、もうしばらくするとこの組み合わせね使えなくなると思うので早めにね獲得しておいた方がいいと思います。所属リーグオランダとポジションの右サイドハーフ能力のボールコントロールこちらで確定を作ることができます。ボールコントロールのところは同じ能力のカーブプレースキックこの辺りでもいいですし、あとは年齢の30歳以上こちらで組み合わせても確定です。それからポジションの右サイドハーフこちらがない方は地域大陸アジアオセアニアこちらを組み合わせてもボールコントロールと組み合わせて確定ですね。こちらも能力の、ボールコントロールは同じ能力のカーブプレースキックこの辺りと、組み合わせることもできるので、こちらの選手はリーグオランダはね必須にはなりますが、あとの組み合わせは結構自由度が効くので、早めにね獲得されておくのがいいと思います。はい、続いてウーレイ行きましょう。こちらの選手は試合後に落ちるスカウトのみで確定作れる選手です。所属リーグスペインと地域大陸アジアオセアニア能力のスピードこちらを組み合わせると確定ですね。能力のスピードのところは同じ能力の瞬発力こちらに変えても 100% 確定になります。それから能力の瞬発スピードこの辺りがない方はポジションの左ウィングに変えると乾選手と2分の1ということで、こちらでね削っていただくのもいいかもしれませんね。もしくは乾選手持っている方は確定になります。ポジションの左ウィングのところは年齢の25歳から29歳こちらに変えても2分の1になるので、そちらの組み合わせもぜひお試しください。はい、続いて久保選手いきましょう。こちらの選手は星2限定であれば、こちらの組み合わせで確定になります。所属リーグスペイン地域大陸アジアオセアニア能力のオセンスセンスこちらで確定を作ることはできますね。ただし星2限定なのでこちらすべて星3で組んでしまうと2分の1ということになるので確定にはなりませんが、もう一人のね、選手を削れば確定になるのでその組み合わせも結構有効ではありますね。それからオフェンスセンスのところは利き足の左足こちらに変えたらイカインと2分の1ということで、イカインもね育てたい方は、この組み合わせもね結構有効なので、こちらねたくさんこのスカウトを集めてください。ちなみにイカインの組み合わせもこちらですね。やはり、はい、この組み合わせが一番楽にね、取れるんじゃないかなと思うのでこちらの組み合わせがおすすめです。アジア選手最後はサラチャルといきましょう。こちらの選手は試合後に落ちるスカウトで所属リーグタイとポジションの OMF 能力のボールキープこちらを組み合わせるとパンヤーという選手と、2分の1ということで、こちらの組み合わせも結構有効ですね。ちなみに星1で全部組みましたが星4で全て組んでも、この2分の1になるので、星ね、左右されない点もいいところだと思います。結構自由度効きますね。ちなみにこちらの選手はオークションありでも 100% の組み合わせはないので一番これがいいかなと思います。パンヤーを削ってください。で最後はプレミアの MVP ガチャに搭載されている選手で、金以下の選手でおすすめの選手をね、紹介していこうと思います。まずはラッシュフォード。こちらの選手は、街での報酬としてもらえる、先週ももらえてましたね。マンチェスターユナイテッドと星4があれば確定すぐ作れます。ポジションの CF と、身長185センチ以上を組み合わせると確定です。他の組み合わせはオークションが必要になるので、この組み合わせが一番安上がりかなとは思います。はい、続いてリシャルリソン行きましょう。こちらの選手育成したい方結構いるんじゃないでしょうか。こちらの選手まず試合後に落ちるスカウトだと3分の1できますね。所属リーグイングランドと地域大陸は北中米南米ポジションの左ウィングこちらでね、銅玉銀玉いますが3分の1です。
はい、マルティネリとベルナルジュ削れば確定になりますので、この組み合わせも結構有効だと思います。削るのがめんどくさい、手っ取り早く、確定作りたい方はプレースタイルのインサイドレシーバー、こちらを組み合わせると確定です。所属リーグイングランドと地域大陸北中米南米を組み合わせてください。そうすれば確定になりますね。ちなみにプレイスタイルのインサイドレシーバーのところはスキルのエッジターン、こちらに変えることもできますので、まあ安い組み合わせで狙っていただければいいかなと思います。はい、続いてフェリピ・アンデルソン、こちらの選手は、オークションがまあ一つは必要になりますね。まずは国籍のブラジル、おそらく高いと思いますが一応紹介します。所属リーグイングランドとポジションの左のミッドフィルダー、こちら組み合わせると確定です。在籍クラブのウエストハムの組み合わせは地域大陸北中米南米とポジションの左のミッドフィルダー、こちらを組み合わせると確定ですね。地域大陸の北中米南米のところは、能力のボールキープ、あとは年齢の25歳から29歳、こちらを組み合わせても確定になります。こちらの選手はクラブか、国籍が必要なので、まあ、どちらか安い方で狙っていただければいいかなと思います。続いてエイブラハム行きましょう。こちらの選手は在籍クラブは必須になります。はい、なのでチェルシーを落としてください。ポジションの CF と組み合わせると確定ですね。ポジションのところは能力の決定力、こちらに変えることもできますが、チェルシーは必要なので、星2でね、チェルシー取っていただいて CF 決定力を星4で組み合わせれば、そちらでも確定になるので、その組み合わせで狙っていただくのがいいと思います。はい、続いてウェズレー行きましょう。こちらの選手は試合後に落ちるスカウトで確定作れますね。所属リーグイングランドと、地域大陸北中米南米、能力のキック力、こちらを組み合わせると確定です。はい、こちらの選手はこの組み合わせが一番安そうなので、これがおすすめです。はい、続いてデウロフェウ行きましょう。こちらの選手は所属リーグイングランドとポジションの CF、 能力のカーブ、こちらを組み合わせると、何度か3分の1ということで、コロマとドルミッチ、こちらを削れば確定になります。はい、まあこちらの組み合わせでもいいんですけど、まあオークションを使ってでもいいから早くね、確定をね作りたい方は、スキルのコントロールループ、こちらをね落とすことができれば、所属リーグイングランドと能力のカーブ、こちらを組み合わせて確定ですね。コムプレイスタイルのアーリークロサーと、ポジションの CF、 能力のカーブ、こちらを組み合わせても確定になりますね。コムプレイスタイルのアーリークロサーのところは、プレイスタイルのウィングストライカー、それからスキルのピンポイントクロス、こちらでもね、確定にすることができます。それから在籍クラブのワトフォード、こちらを使う場合はカーブだけで確定作れますね。こちらの選手銀の選手だったので、全て星4で組んでたと思いますが、星3で大丈夫です。はい、今回動画で、最後に紹介するのがジョッシュキング。こちらの選手は、国籍のノルウェーと、所属リーグイングランド、能力の瞬発力、こちらを組み合わせると確定ですね。瞬発力のところは同じ能力のスピード、決定力、あとはポジションのセンターフォワード、こちらに組み合わせても確定ですね。それからリーグイングランド、こちらがない方はポジションのユーティリティプレイヤーと能力の決定力、こちらを組み合わせても確定になります。はい、こちらの組み合わせも有効ですね。ちなみにチームのボーンマスを使った組み合わせも一応ありますけど、オークションが2つ以上必要になってくるので、今回は紹介を省きます。ノルウェーの方が、まあ、1枚でいいのでね、オークションは、こちらの方が安く済むと思います。はい、ということで、今回は今週登場している FP の元々のノーマル選手のスカウトの組み合わせを紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあそうですね、特にアジア選手に関しては結構育成が大変な選手、まあ久保選手はじめ、まあ遺憾員とかも育成は大変なので、こちらの組み合わせを使えば、比較的楽にねレベマに持っていくこともできるかなと思います。はい、それからまあプレミアリーグに関してはオークションもね一部必要になるので、まあそのあたりね、GP との相談になってくるので、組み合わせね、ぜひね、試していただくのはいいと思います。こちらのチャンネルではこういうスカウトの動画だったりとか、他にも FP 関連の動画、 FP の予想比較などもやってますし、あとは最新情報メンテ語配信などもやってるので、気になる方はチャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録、そして高評価も合わせてよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。